結局金が残ってないってことじゃろこれね、くさびを打つ、ね、上がり貴重な時の戦い方は固定費か。熱血コンサル基礎産業、売上が3期連続で上がっていますが、建設業のため売上が上がるにつれて建て替え資金がかさんで資金繰りが厳しくなっています。保証協会の保証枠の上限を設定されているため、これ以上金融機関で調達することが難しいです。どうしたらさらに資金調達ができるようになるでしょうか。これはなぁ、結局金が残ってないってことじゃろこれね。売上が上がるけど金が残らない建設会社っていうのはダメな建設会社なんだよな。これもう一つ問題点がある。後払いで行く中で、じゃあコストこんだけかかりますみたいな金利代わりにだからコスト取っていく業者が多いんだよな。粗利を確定できないっていう悩みなんだよ。実は資金調達ができないっていう悩みじゃなくて、粗利を確定できないっていう悩みなんだよ。実を言うとそう。もしやるんだったらもう一つしかないじゃんか。もうキャッシュリッチの先に間に1個入ってもらうんだよ。だから先にさ入ってもらってマージン抜いてもらって先払い受けてさ、まあ一番いいのはその今の会社多分粗利がそんなに高くないんだろうから、粗利が高くないならないでいいから先に金くれっていう交渉するっていうことが大事だよな。でもらった瞬間払ってしまえば粗利が確定するじゃんか。そしたら入ってくる金と残る金、いうか出ていく金、残る金が分かってくるから、だからそういうふうに取り組んでいくということが大事だと思うよね。やっぱこの話ってどっちかしかない。それが難しいってことになると先にくれる会社探すからね。売上の細分化っていうのはすげえ大事だから。俺もだって今45分割ぐらいになってるのもんだから、もうなかなかもう50で打ち止めになるんだけど、まあコンサルの段階でやっぱりもうちょっとこう、要は資金の、要は収支ずれってよく言うんだけど、要は儲かってるんだけど後で払ってるがためにどんどんこうね、あの資金繰りが苦しくなってくるみたいな。もらうのも後だからこっちも後になってくる、どん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 後ずれしていくんだよな。だから前に前にこう倒していくためにどういうふうにしたらいいか、循環させたらいいかっていう交渉からいかないと、そのためには交渉していこう思うとやっぱりたくさんの取引先を開拓していかないと優位性が保てないから、だからやっぱり営業を教えながらっていう形になるのかなと思いますよね。あとこの場合には管理会計とかも入れていって、確実にその利益が上がっていくように体制を整えていく必要もありますよね。そうだよね。何にお金がいくらかかったかっていうのね、いうのが分かってないと思う。利益確定させてないと先に払う。だけどその要はもうこれ以上払えませんと。お金もらっとったら言いにくいじゃん、これこういうふうにやらしてくださいって。それ整合性がなかったら、なんか他に、だってそれが逆にいるんだったらお客さんからもらえばいいんだよね。でもお客さんがそこまでの工事必要としているかどうか分かれないよねみたいな話になるような。下請けいじめというわけじゃなくて、本当にいる価格っていうのをバチッと決めてしまう、利益を確定させてしまうってところで管理会計も必要ないね。その時の問題点を反省しながらやっぱり仕組みを作り込んでいくってことが必要だと思いますよね。しかも特に今は物価が上がってきたり為替の影響もあって、短期的な資材の値上がりとかもあるので、先に払っておくっていうのは有効ですよね。うん、くさびを打つ、ね、上がり貴重な時の戦い方は固定費か、固定化っていうのがすごい大事です。上がってきてんだから、ね、今払ったら100円で済むんだけど来月だったら150円になってる可能性だってあるから、先に買っちゃうみたいな、ね、いうことは大事かな。で確定させといて、そこから売りの方はだって上がってきてるわけだから、これにしてくれこれにしてくれって言ってから価格を上げていけば儲かるじゃん。だからそれなりのやっぱりお金があったらできることをしっかり考えてそっちに取り組んだ方がいいような案件かなと思いますね。そういうふうな取り組む方針でやりますということを言えば、金融機関というのは融資に応えてくれるようになりますでしょうか。まあやっぱりその本当に儲かっとるかどうかっていうのを自社金融うちだったら使って1件2件やってみるってとこからいくかな。でこれで儲かるっていうふうなことが分かったら、これでこの結果これとこれとこの工事で儲かってます、これが年間に置き換えた時にこんだけ利益が残りますっていうふうになるから先に資金出してくれっていう話、まあ保全とかそういうものもいるんだろうけど、まあスモールスタートしながらじわじわやっていくっていうのがいいかなと思うね。ということでね、まあこの話って多分ねもっと前があるんだよ。赤字資金っていうのがあって、そこが固定費化されてんだよな。固定化されてん、債務超過部分で、それにこう生かすための資金っていうのは銀行を及び腰になって出せないっていうところがあるから、まあうちみたいなブリッジファイナンスがこう資金出して、
ほんでコンサルしてうまくいくってことになったら銀行から資金出してもらってトータルでその利益でまあ10年以内にキャッシュフローで返していけますっていう計画になっていくんだと思います。実を言うとここが結構あの利益になるっていうところでいろんな人を手伝っていただいてて、まあ、今2億円ぐらいまあ集めて運用してるのね、なんですけども、おかげさまで結構利益も出てるし、お客さんの数もうなぎ登りに増えてます。そういうことでより多くの、まあ、お客さんを救っていきたいのもあるんですけども、大きいやっぱり資金に対しても対応できるようになりたいと思っているので、特定金融業務の資格も取っていきたいかなと思っております。そういうことで弊社と一緒に金融業務をお手伝いしてくれる人というのを募集しておりましてですね、あのこの社の概要欄のリンクプライベートエクイティその他のところでお問い合わせいただくと、あの私自らご説明していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。あと今資金調達したいとかね、赤字で悩んでるとかそういった方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り資金調達でお悩みの方、補助金助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。